たい3つの図、人を痛め続けて25年本気で痛い、覚悟を決めた人は概要欄門絶整体楽しんで。では太もも触っていきますよ。ここ、モンゼス生態今から始まりますけれども、今回はね太もも編ですね。太ももっていうことは実はねかなり痛い場所なんです。というのもね、お尻に座っていくとここはねどうしても硬くなってしまったりとか、冷たい椅子に座ったりするとどうしても硬くなってしまう場所なので、どうしてもねやっぱり硬くなりやすいんですね。でここの場所をグイ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 と膝を押さえてあげると、やはりね腰痛だったり膝痛だったりとか、あと背中の疲れなんかも取れていってくれたりとかするので、この場所はね確実に押さえてあげなきゃいけない。で自分の場所を抑えようと思ってもなかなか抑えられないんですよ。というのは自分の体重をかけようと思ってもなかなか難しいんですね。預けてるとねやっぱり押さえつけられちゃうので、はい、この辺が硬くなっちゃいやすいんですよ。なのでです、この場所っていうのはねしっかり押さえておいた方が後々体は楽になります。でここの部分を、ホットカーペットみたいなところで温めてあげるっていうことも良かったりとかするので、皆さんこれからの時期寒い時期なんかをやってみてあげるというのはとっても効果的ですからね、温めてあげてくださいね。この強さもねふくらはぎでしょっと飛び上がっちゃうんですよね。やりたいけど、結構ねずっと来ていただいてるもう常連さんになっていただいた方なんですけれども、ずっとね皆さんねやっぱりここの部分を押さえてもらったりとかねするために来られております。でやはりねこの場所っていうのはね腰痛とか膝痛とかもめちゃんこ効くんですよ。ですからねこの場所をしっかり押さえておいてあげるっていうことがねやっぱり重要なんですね。ですからここの場所を温めてあげる、もしくは座布団型のカーペットとか引いておいてあげることっていうのはとってもいいことですから、ぜひ真似ができるんでしたら皆さんやってみてください。本当にここの場所、この場所痛いけど先生嫌だけど、その場所、車に乗る人もこの場所、椅子に座る人もこの場所、この場所でございます。いやもうこれ痛いわこの場所をしっかり緩めてあげることが腰痛や膝痛、あとはね背中の疲れなんかにも取れていってくれたりします。車のサスペンションがおかしくなってしまったりとか、タイヤがパンクしてしまったら乗り心地悪くなるんですね。この場所は左右の場所は痛い場所って、ね、変わるんですけども、やっぱり人によってね運転をされる方はやっぱり右側が硬かったりとかする可能性が高いので、で左側は対人関係のストレスかな、この場所が硬くなる人結構多いので、皆さんね気になる人はやってみてください。でこれちゃんとねマスクしてね当店やってますからね、ご安心くださいね。この場所っていうのはね自分のね体重だけをかけようと思ってもね、ストレッチポールとかじゃなかなかかけられない。私もね自分でね銭湯なんかに入って電気風呂とかで当てるんですけども、なかなかでききれないし、電気が当たると怖いから自分でできないから、まさと先生にやってもらって、ギャーギャーもうそれ以上やめてください、他の人にやっていいけど私はこれぐらいでいいですよみたいな感じで言ってやってもらって、体の、メンテナンスをやってます。45歳超えるとねなかなかね難しい。もう今すでに足楽なんですよ。悔しい、すごい楽になってるな。いいことです。私のね門絶整体三つの部のね日常なんですけれども、これをね見て受けに来る、奈良まで受けに来る人最近実は地味に多いんです。大分とか東京岐阜、いろんな地域から来られる方々で予約が取りづらくなってきてます。なので私の予約はね本当ね最近ちょっとっていうか私の体がズタボロです。それぐらいみんな硬さをためてすごい人たちばっかり来るよ、言えないけど。まあこれ見てね来たいと思う方はどうぞ来てください。でちょっと私これから全国に回ったりとかするんですけども、ちょっとそのね予告もちょっとねこれから停止する可能性があります。というのは私の体力が限界になってますから、まあ気まぐれにまた投稿するかもしれませんから、その時はね LINE を見てね投稿してみてくださいね。今日は東京から2名来られました。それもまあ前から来られてるんですけれども、そんな方々が
ね、来るってね、全国地方各地から来られてます。すごいよね、悶絶整体って私は思ってます。こんな痛いの受けたいの、みんなびっくり、ドッキリよ、ポッキリ、もういいや、そんなこと。以上、悶絶整体みつのぶでした。